それではガスタービンエンジンの制御用マルチコアマイコン向けコード生成と題しましてトヨタ自動車株式会社未来創生センター S フロンティア部の池内が発表いたします。はじめに私の経歴を簡単に紹介させていただきます。私は2011年にトヨタ自動車に入社以来東富士研究所にてガスタービンエンジンに関わる 制御系の研究開発業務に携わっていますここ数年は今回ご紹介する小型ガスタービン発電機の開発プロジェクトにおける制御開発を担当しておりました。業務では研究開発になりますが制御系のモデル設計から実装実機検証までの一通りの開発プロセスを経験しています。 本日はマルチコアマイコンへの実装を前提としたモデルベース開発の事例についてご紹介させていただければと思います本日のアジェンダになりますまず1章ではトヨタのガスタービン開発の歴史と私が所属する部署について紹介し本日お話しします開発プロジェクトについてご説明いたします 次に2章では制御対象である小型ガスタービン発電機の構成について紹介し本制御系開発の前提条件を共有させていただきたいと思います。3章では今回の制御開発における課題主にマルチコアマイコンへの実装に起因する開発プロセス上の課題について述べ 導入する開発手法ルネサスエレクトロニクス様のマルルチコアピルズ開発環境についいてご紹介いたします4章では実際にマルチコアピルズ環境を用いた並列処理設計の事例を紹介しマルチコアピルズによってどのようなことが可能になりマルチコア化を想定した開発においてどのような恩恵が得られたのかをご紹介いたします。 5章ではマルチコアピルズを使用した過程で生成された並列コードを流用し施策のマルチコア ECU への実装を効率化した事例課題をご紹介いたします。6章では本開発を通じて得られた知見についてまとめさせていただき本講演のくくりとさせていただきます。 それではまず私の所属部署とプロジェクトについてご紹介いたします。トヨタのガスタービン開発は東富士研究所設立当初から始まりご存知の方がはいらっしゃるかもしれませんが GT ハイブリッド GTV 等の自動車用パワーユニットとしての適用が研究されていました。 その後、産業用ガスタービンエンジンへの転用が検討され、トヨタタービンシステム、後のトヨタエナジーソリューションズへとスピンオフしました。これにより、マイクロガスタービン発電機を用いたコジェネシステムへの事業会とつながっています。東宇治研究所では、私が所属する S フロンティア部において、 現在でもガスタービンに関わる要素技術研究が続けられています。今回は私が担当する小型ガスタービン発電機の制御系開発事例をご紹介したいと思います。今回ご紹介する小型 GT 発電機は将来の分散型エネルギー社会へ向けて 複雑化するエネルギー需給やシステムへの対応を目指した技術開発プロジェクトになります私の担当は複雑化するエネルギーシステムに対応できる組み込み制御の開発であり今回マルチコアマアイコンへの実装を前提としたモデルベース開発事例をご紹介いたします 続きまして、今回の開発事例について、制御対象の紹介をさせていただきます。こちらが、小型ガスタービン発電機の構成になります。発電機は、小型のガスタービンエンジン、モータージェネレーター、パワーコントロールユニットから構成されます。始動時は、パワーソースからインバータで、モータージェネレーターを駆動、エンジンを始動します。 エンジン自立後はコンバータを制御しながらモータージェネレーターの発電電力を取り出します。制御系開発においてはモータージェネレーターを駆動するインバータ、発電電力を制御するコンバータ、原動機であるガスタービンエンジンを統合して制御する必要があります。 そのため今回はモーター制御機能を持ちかつ処理性能に優れるマルチコア試作 ECU に全制御機能を実装時期検証まで行うアプローチをとりました今回の開発を進める上での前提条件は次の2点に集約されます1点目は全制御機能の実現にあたり シングルコアマイコンの処理性能限界が見えてきたことです。そのため、開発初期からマルチコアマイコンへの実装を想定した開発事例となります。試作 ECU に採用したチップは、モーター制御機能が豊富であり、 制御処理の分割並列動作に適したルネサスエレクトロニクス社製マルチコアマイコン RH850C1H を採用しています2点目はプラントモデル制御モデル等のモデル設計から実装実機検証まで全プロセスを新規に開発できる環境にあったことですこれにより既存の開発環境や レガシーの引き継ぎ等による制約がなく、容易に新手法導入を捉えてきたことがポイントとなります。以上のことから本開発においては、ルネサスエレクトロニクス社製マルチコアピルズ環境を導入し、開発効率化を図りました。今回は、このマルチコアピルズを導入することで、開発プロセス上どのような効率化が可能であったか、 マルチコアマイコン向けの並列処理設計やコード生成実装方法を中心にご紹介させていただければと思います。それでは次に採用した開発手法について説明させていただきます。 まず従来の V 字開発プロセスにおいてマルチコアマーアイコンへの実装を考慮するとどのような作業が追加され開発上の課題となるのかをご説明したいと思いますまずマルチコア実装によって追加される作業は大まかに設計段階実装段階検証段階の3カ所で発生します設計段階では 制御処理を各コアに振り分ける並列処理設計が追加されます実装段階では従来のシングルコアを想定した蓄字コードの実装の代わりにコア感動器メモリアクセスを考慮した並列コードの構築実装が必要となります検証段階では全コアでの処理時間達成を確認する 並列処理性能の検証が必要となります従来の V 字開発プロセスではこれら並列化に伴う作業が想定されておらず開発工数上主に次に挙げられる2つの課題が発生します。1つ目は設計段階における並列処理性能の見積もり精度の悪化です。 シングルコアへの実装を想定した従来開発プロセスでは設計段階、検証段階ともシングルコアを想定したコード、蓄積コードを用いるため大きな差異は見られませんでした一方マルチコアマイコンへの実装を想定した場合最終的な検証工程は並列コードによって実施される必要があります システムのシステム設計段階での並列処理設計は過去のデータ経験をもとに蓄積コードによる性能見積もりが一般的ですそのため設計段階と検証段階でコードの違いによる見積もり精度の低下が発生します特に今回の事例のような組み込み制御では並列化が難しい処理構造となっていることが多く コア間のの演算を正しく共有すするるための同期化処理がが必要となることなこありますこのような処理が含まれると待機処理によって処理時間の把握が一層困難になり見積もった処理時間と実際の処理時間に大きな乖離が発生する可能性があります仮に検証段階で性能不足が発覚した場合 設計段階戻って修正すする必要があります最悪の場合は並列処理設計や要求設計の見直しと大幅な手戻りが発生する恐れが考えられます。2つ目の課題として並列処理ード構築に伴う時コースの増加が挙げられます。 実装の工程は開発を通じて何度も行われ効率化を考える上で重要度の高いプロセスとなりますモデルベース開発においてはマスワークス様が提供するエンベデッドコーダーと自動コード生成ソフトを用いた実装が普及し機能安全と開発効率化に大きく貢献していますしかし一般的な自動コード生成ソフトでは 並列コードを直接生成することが難しく手作業による並列コード化が必要となることが一般的ですこれでは並列処理設計を見直すごとに手作業による修正が発生してしまいますまた手作業によって並列処理特有のバグを折り込んでしまう可能性もあります 並列処理特有のバグはシングルコアを想定した蓄字コードのバグよりも特定が困難であることが一般的ですご存知の方も多いと思いますがここでは並列処理特有のバグについて一例ご紹介したいと思います同じメモリアドレスに書き込まれている変数に対し関数 A と関数 B の 演算処理をを行うことを考えますシングルコアへの実装では逐次処理となるため関数 AB の順で演算するという逐次コードで意図したメモリアクセスとなりますしかしマルチコアへの実装では各コアに関数を割り当てた場合メモリへのアクセスタイミングやアクセス権を 適切に設定しないとアクセスパターンが変化してしまい意図せぬ反映未反映が発生してしまいますこのようなバグは原因の特定が非常に困難となることが一般的ですメモリアクセスへのメモリへのアクセスパターンを適切に設定する仕組みとしてセマフォやミューテックス同期化処理等が挙げられ処理内容に応じたソフトウェアに への組み込み込が必要となります本開発ではルネサスエレクトロニクス様が提唱するマルチコアピルス環境を開発初期から導入することで並列化特有の開発課題解決を図りました今回のような設計段階でターゲットデバイスが決まっている場合 マルチコアピールズを導入することで本来検証段階でしか得られなかった並列処理性能を分析できるようになりますこれにより処理時間情報に基づいた並列処理設計を短期間で実現できるようになります本発表ではマルチコアピールズ開発環境を導入することでマルチコアマイコンにおける開発効率化事例をご紹介したいと思います まず本開発で導入したソフトをご紹介いたします Embedded Target for RH850 はルネサスエレクトロニクス社製 RH850 マイコンを対象にしたモデルベース開発環境になります s i m ン l i n k のコントローラーモデルからサブシステム単位で並列化指定ができ並列コードの自動生成並びに p i l 検証による 処理時間演算結果の検証が可能です。えー、エンベデ t ターゲットはスライドの記載のとおり、機能に応じて3つのグレードが存在します。今回は、今回の開発する制御方式は、マルチコアマルチレートシングルタスク方式であるため、それに対応した最上位グレードを導入しました。 また、NEDO の支援を受け名古屋大学枝広研究室イーストル様ルネサス・エレクトロニクス様によって開発実用化された EMBP と呼ばれる自動並列化ツールも提供されています。こちらはコントローラーモデルの構造を分析し自動的に最適な並列化設計を行うツールになります。 ただ今回の開発においては並列化のコア数タスク数がそれほど多くなくエンベデッドターゲットによる PILS 検証だけで十分な並列処理設計が可能と判断したため導入は見送っていますまた開発においては実機コントローラーがなくても PILS 検証をする必要があったためこちらの一番下にあります サイクル精度シミュレータータを導入していますこれによりパソコンの仮想環境だけでも磁気コントローラーに近い精度のピルズ検証が可能となっていますここでは導入したマルチコアピルズの開発環境についてご説明いたします PILS とはプロセッサーインザループシミュレーションの略でコントローラーに ECU 評価ボード等の実,実プロセッサーを使いますまたプラントには PC 等の仮想環境を使用するシミュレーターとなりますモデルベース開発では MILS、SILS、HILS 等が一般的に使用されますが PILS は MILS のモデルから コントローラー部分をこちらから実機に移植し、簡単に実プロセッサの動作検証ができることが特徴となっています。ルネサスエレクトロニクス様のマルチコアピルズ環境では、統合開発環境である CS プラと E1 エミュレーターによって、実機コントローラーと仮想環境上のプラントを接続し、動作検証を実施します。 ピルズ検証ではまず破線で示されるとおりコントローラーモデルから並列コードを生成し磁気コントローラーへ仮実装を行います仮実装ができれば MILS のプラントモデルと実機コントローラーが連携してシミュレーションが始まり処理時間情報を含めた検証が行われます マルチコアピルズの注意点として動作検証ができるのはコントローラこちらのコントローラモデルで表現されている演算部のみになりますそのためマイコンのペリフェラル動作に必要なドライバ層やミドルウェア層などの処理は含まれないことに気をつける必要があります また、ルネサスエレクトロニクス様は、実機コントローラーがなくてもピルズ検証ができるよう、サイクル精度シミュレーターによるシミュレー,ュレーテッドピルズ環境を提供しています。スピルズでは、実プロセッサ相当の演算、処理時間を再現できる、こちらのサイクル精度シミュレーターを使用しますので、 磁気コントローラーがないような環境においてもピルズ検証が可能となっていますここではマルチコアピルズの導入により先ほど述べた開発課題がどのように解消するかをご説明いたします1つ目の見積もり制度に関する課題についてマルチコアピルズを使用すると 設計段階で実プロセッサー並列コードでの検証が可能となります。これにより検証段階での性能評価と近い条件で処理性能見積もりを行うことができ角度の高い並列処理設計が可能となります。また本来ヒルズ等でこちらのヒルズ等で行っていた検証過程を マルチコアピルズによりフロントローディング化することができヒルズ検証の目的をペリフェラルの動作確認に絞る等の工程簡略化が可能となります2つ目の並列コードの実装コース増加については マルチコアピールズ検証時に生成される並列コードをそのまま流用することで並列コードの実装を効率化できますまたハンドコーディングによる並列化作業も減らすことができバグ,のバグを排除する効果も期待できます次に実際の並列処理設計事例をいくつかご紹介いたします こちらは私たちが実際に行った実装までの開発工程となります。マルチコアピルズはミルズ検証の後に行います。はじめは処理時間情報がない状態ですが、コントローラーモデルの構造を分析し、サブシステム単位でコア割付けを指定します。その後、並列コードを生成し、ピルズ検証を行います。 処理時間情報を含むこのような検証結果が得られればそれらを分析評価し並列,整並列処理設計にフィードバックを行いますこのサイクルを何度か繰り返し最悪処理時間等の容器性能が満たされれば本実装へと移行します本実装ではペリフェラル動作等に必要なミドルウェアコードを構築 結合しし実装ヒルズ時期検証へと移行しますここでは本題とは若干それますがミルズにおけるプラント構築効率化の事例をご紹介いたします今回の開発では GT エンジンのプラントモデル以外を新設しておりシ i ムスケープエレクトリカル S 旧 s i m パワーシステムズのライブラリブロックを全面的にパワーエレ関係のプラントモデルに使用しています。これにより短期間低コストでプラントモデルを構築することができました。次に処理時間検証による並列処理設計の事例をご紹介いたします。 並列処理設計では中央のグラフに示すような最悪処理時間の最悪処理時間が重要な指標となりますここでは上から順に検討初期中期後期に分け並列化の検討例を紹介しますグラフは縦軸が各制御タスク横軸が最悪処理時間の積み上げグラフになります 緑色のバーがコア1青色のバーがコア2の処理になります矢印で示されるところはコア間で演算結果の受け渡しをするため同期化処理が発生している箇所になります検討初期ではコア1のインバータ制御こちらになります が、の処理時間が長く、かつ、その演算結果を他のタスクに利用していくた,ため、著しく並列性の低い、悪い処理結果となっていました。はじめ、コア1のインバート制御、こちらの長い制御、時間のかかる制御の並列化を検討しましたが、多くのダイスループ構造を含むなど、並列化が難しい構造となっていたため、 こちらのコアに処理にコア1処理の全開位置を使用するようにモデル変形を行いました。その結果がこちらの中断になります。さらに後期ではモデル上の優先順位を変更することで調整することでこちらの直列に残っているコアに処理のを前出し,し並列化をさらなる並列化を行いました。 結果として最悪処理時間は61マイクロ秒となりミドルウェアコードを含めた処理マージンを十分確保できたことから並列処理設計を完了し本実装へと移行しました。こちらはマルチコアピルズの分析機能の一つになります。検証シナリオを通した各ステップの処理時間推移を確認することができます。これににより各運転状態における 処理負荷の変化等を確認することができ細かい分析が可能となっていますまたミルズモデルとピルズモデルを同時に走らせコントローラーによる演算の差異を確認することも可能ですこちらのグラフはインバータ制御処理の演算差異をグラフ化したもので モデル演算と実プロセッサーの演算のライブラリの違いによって丸目誤差程度の差異が生じていることが確認できます次にマルチコアピルズで生成された並列コードを利用した実装検証についてご紹介いたします ECU への実装には PILS 検証で自動生成された並列コードをアプリコードとしてそのまま流用することが効率的です。マルチコア PILS で生成された並列コードは次の4つの特徴を有しています。1つ目がマルチコアマルチレートシングルタスクの制御方式になっていること。 2つ目が最小処理周期を基本周期とした1つのステップ関数で生成されること3つ目が同一のコードで全てのコアに実装できること4つ目が並列動作に必要な同期化処理が自動でコード内に埋め込まれていることです上記の特徴から並列コードは各コアのアプリコードとしてそのまま流用することが可能です ただ、本実装においても正しく動作させるためにはこちらのアプリコードの先頭処理動機を確実に行う必要があります。そのため今回の開発では下の図のようにミドルウェアの入力処理とここのアプリ 処理のアプリコードの先頭処理に同期化処理を入れていかなる場合においてもコア間の動機がずれないような工夫をとっています最後に昼図での処理時間検証についてご紹介いたします右の図がお城で計測した最悪処理時間の結果になります ミドルウェアの入力処理が大きくこちら偏っており、コア感で偏っており、並列性が悪いことがわかります。これは設計段階でミドルウェアコードの処理時間を検証していないためで、マルチコアピルズでの処理性の見積もりの課題と考えています。有効な解決策としては、ミドルウェア処理部を、こちらのミドルウェアの処理部をできるだけシミリンク上に に表現してマルチコアピルズで検証できるようにすることが挙げられますまとめに入りますマルチコアマイコンへの実装を想定した制御系開発においてマルチコアピルズの開発環境を導入処理時間を考慮した並列処理設計を行いましたこれにより次のような開発効率化を実現しました 一つ目は、並列一つ目が、並列化検討サイクルの高速化。二つ目が、検証段階における処理性能不足の回避。三つ目が、生成された並列コード流用による実装効率化。四つ目が、時磁気コントローラーによるヒルズ検証の簡略化です。今後、メニューコア化によって処理時間見積もりが一層難しくなり、処理時間を把握した 並列処理設計の重要性が増してくると考えられますマルチコアピルズはこの課題を解決し得る有効な開発支援ツールであり今後の発展普及が期待されますまたマルチコアピルズの課題と要望についてもまとめさせていただきます一つ目は処理時間見積もりの精度向上についてです マルチコアピールズの処理時間検証はシミリンクのモデル上に表現されている部分のみになりますそのため実装時に結合されるハンドコード部は見積もりに含まれず処理時間の乖離がどうしても発生します解決策としてはハンドコード部をできるだけモデル化することで乖離を少なくすることが可能と考えます 現在はルネサスエレクトロニクス様からモーター制御 IP モデルやドライバソフトを販売していますのでそちらの活用も検討できます二つ目は並列コードを流用した実装支援ですユーザーにとって本実装実機動作が最も重要となりますのでマルチコアピルズの段階から本実装へのハードルを下げる支援が望ましいです を考えます具体的な要望としては実装ガイドラインの拡充や PILS 本実装への切り替えマクロ等が考えられます三つ目はモデル制約の削減です抽象度の高いモデルから並列コードを生成するには初期値処理やブロック配置等の見直すなどどうしても制約事項が 発生します。内容によりますが、ソフトウェアの改善やモデルチェックツール、ガイドラインの拡充等が進めば、より使いやすくなるのではないかと考えます。発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。